まあ、いざ怪我直して、まあ、いい結果残せなかったんで、まあ、その悔しさというか、悔しさというか、もう、まあ、やり返したろうっていう気持ちだけです。GC で全然小電波にやられて、あの努力は何だったんだと思ったけど、なんか靴を履いて外に出たら意外と前向きになった。やっぱり、いや45位になるともうサーブ 3.5 もきついよねってみんな思ってる中で、いや私もきついと思うけど、ここまでいけるかやってみようよ。ちょっとずつこう自分がこう成長していけばいくほど NFL の壁は高いし険しいし厳しい道だっていうのは分かるんですけど、それ以上になんか自分の可能性を信じているっていう。失敗したくないとか、まあ、そういう気持ちが多分一番強くなれると思う。私からやってみて本当に楽しければそれを突き詰めると思うし、この先一生後悔し続けるのかなって考えたら挑戦しようっていうふうに。そこを乗り越えたらもっと大きな成功が見えたりする。